は時空カフェというものです。時空カフェ、まったりとした午後、ギーッと音を立ててカフェの木の扉が開いた。カフェの店主はそこにどうぞとだけ書いてある手作りのプレートをぶら下げた。海辺の町、桜の木の下にポツンと一軒そのカフェはあった。入っていい？小さな女の子が店主を見上げていった。さっきから開くのを待っていたようだった。小学校の 1,2 年生くらいだろうか。赤いスカートにグレーの T シャツ姿。店主はどうぞと言った。でも女の子はちょっと困ったように言いよどんだ。店主は女の子が支払いのことを気にしているんだと察した。いいんだよここでは。すると女の子は目を輝かせて、じゃあこのタンポポ全部あげるねと、とびきりの笑顔を見せた。店主は腰をかがめて女の子からタンポポの花束を受け取った。好きなように動かしていいよ。ここでは椅子もテーブルもただ置いてあるだけ。アレンジは自由だ。そしたらここ。女の子は海の見える窓辺に自分の場所を決めた。そして子供にとってはあまり軽くないはずの木の椅子とテーブルをズズッと引きずった。店主はさっき受け取ったタンポポをコップに刺してテーブルに置いた。何にする？店主の問いかけに、コーヒー牛乳。女の子は即答した。それほど広くない店内を見回してみても、どこにもメニューらしきものはなかった。次にやってきたお客さんは親子らしき茶トラ模様の2匹の猫。入っていいよ。店主が言うと、いいの？そう言いたそうな親猫の顔、その後ろでパリリ、あるいはシャリシャリというような音が聞こえる。見ると子猫がセミをくわえている。音はセミが羽をバタつかせてもがいていたためだった。狩りを教わっていたんだね。よしよし、でかしたぞ。いいからお入り。店主は扉を押さえながら猫の親子を迎え入れた。女の子は面白そうに見ている。おじさん、この猫たちは何を注文するの？店主はちょっと考えて、そうだね、子猫はミルク、親猫は鰹節かな、とありきたりに答えた。なんてことないひととき、お客さんは赤いスカートの女の子と親子の猫、海はないでいる。次の日も同じようにカフェは開いた。時々薄い雲の切れ間にお日様が顔を出している。ただいま。そう言って入ってきたのは昨日と同じあの赤いスカートの女の子。おかえり。店主は言った。はい、これまたタンポポの花束、注文はコーヒー牛乳。女の子が決めた席もこれまた昨日と同じ。もう一度昨日がやってきたんだろうか。そうかもしれないな。そもそもこのカフェには季節も時間もないんだからな。来たものが決めればそれでいいさ。今日が明日で、明日が今日であっても構わない。だとすれば次のお客さんは。しかし店主の予想を裏切って次にやってきたのは若い女の人だった。見つからないの。ギターもあの人も。女の人は店に入るなり目にいっぱい涙を浮かべていた。
店主は何も声をかけなかった。女の人は海とは反対側に自分の席を決め、テーブルに突っ伏して声を震わせていた。背中が小刻みに揺れている。テーブルの上には涙壺と呼んでいるガラスの小瓶が置かれている。傍らにはこんなメモがあった。これを誰にも見られずに一滴の涙を落とすと悲しみが癒されます。女の人が手にしたそれにみるみる滴り落ちていく涙はたちまち小瓶を満たして、指の隙間からキラキラと日差しが漏れて光っていた。この様子を見ていた店主は女の人に出すものを決めた。レモンの雫を涙の一滴に見立ててソーダで割った。レモンは涙の一滴。これが今の女の人の気持ちにぴったりかどうかの自信はなかったが、しばらくしてようやく泣き止んだ女の人は気泡のなくなったソーダを一口だけ口にした。ぎゅーっとレモンを絞って濡れた指先を拭うでもなくテーブルに置いた。けれど何をしてみてもしっくりこないらしく、今度はこう言った。コーヒーをください。店主はうなずいて静かに立ち上がった。女の人は頬杖をついて片方だけつけている金の丸いピアスを触っていた。マスタード色のタートルネックのセーターがよく似合っている。ポコポコとコーヒーが落ちる音が聞こえてきた。店主は自分も飲もうと2杯分を落としていた。大人ってそんな苦いもの本当においしいの？女の子が聞いた。店主は返事の代わりに微笑んだ。そっか、大人になって飲んでみたかったな。女の子はちょっと残念そうに少し笑って持っているコーヒー牛乳を飲み干した。ねえ、探しに行こうよ。不意に女の子は女の人に声をかけた。え？女の人は少し驚いたように振り返った。見つかるかもしれないよ。女の人はまた元に向き直って首を横に振った。行こう、私と一緒に。だが女の人は何も答えない。私も探したいものがあるから。女の子は海を見ながらポツンと言った。その思いがけない一言に女の人はほんの少し心が動いた。けれど海には行きたくないと運ばれたコーヒーをすすりながら言った。でも行かないと探せないよ。店主はこのやりとりを黙って聞いていた。今日のコーヒーはちょっと苦みが強いかななどと思いながら。ここにもそんなにはいられないもの。この言葉に女の人はハッとした。そうね、そうだったわ。この子も私ももう。女の人はとうとう重い腰を上げた。迷いながらも店主に目で挨拶をして女の子に手を引っ張られるようにカフェを出た。海には大勢の人が来ていた。まだ春浅いこの時期に。女の人はまともに顔を上げようとしない。どこで？女の子は聞いた。どこって、あの時どこにいたの？女の人は何も言いたがらなかった。あの日自分に何が起きたか。どうしてあなたは子供なのにそんなに明るく平気にしていられるの？だってそれは私の方がちょっと
先だったからよ。そうだったの？そうだったの？かわいそうに。ネズミ色の砂浜のあちこちに花束、おもちゃ、写真を持った人たちがあれからもまた続々と現れた。あ、女の人が叫んだ。あそこ、ほら、あそこにいる人。女の人の手の先を見ると、そこには髪を金色に染めた男の人が立っていた。あの人？そうよ。その男の人は片手にギターを持っている。そしてもう一方の手で海に向かって楽譜と写真を掲げている。彼はストリートミュージシャンなの。私の写真。あの人よ。よかった、元気だったのね。とうとう会えたわ。女の人はその男の人のところに飛んでいったけれど、どうして、どうして私を、ねえ、どうしてわからないの？男の人は目の前にいる女の人に気づかないで、うつろな目をしてじっと海を見つめるばかりだった。ねえねえ、教えて。彼には私が見えないの？もうね、多分私たちのことは見えないの。ねえ、それより来て。女の子はまた別の場所に女の人を連れて行った。打ち上げられたままの大きな船のすぐ近くに、母親とまだ幼い女の子の親子連れがいた。二人は船から離れて砂浜に向かって歩き出した。そして大きな紙袋から何やら取り出して並べ始めた。いつもここに来れば会えるんだ、私のお母さんと妹。あれはもしかしてあなた？女の人は女の子の母親が手にしている写真を指していった。うん、コーヒー牛乳も持ってきてくれたんだ。あ、私の赤いランドセル、あったんだ、あったんだ。探していたものって？うん、だって本当は4月から1年生だったんだ。この時、女の人は桜の木の下で記念撮影をしている女の子を思い描いた。風に舞う花びらの中、誇らしげに赤いランドセルを背負う女の子の姿を。ランドセル探してくれたんだ、お母さん、ありがとう。じゃあね、二人とも、これで本当にお別れだよ。元気でね、バイバイ。女の子は手を振った。すると、女の子の妹が大きく手を振り返した。振り返した。見えるの？見えるんだね。私が見えるんだね。お姉ちゃん、バイバイ。女の子の妹は無邪気に笑いながらいつまでも手を振っていた。行こう、大丈夫、みんな一緒、次のところに行くだけだよ。分かったわ、ありがとう。女の人はようやくこれで迷いも未練も吹っ切る決心がついた。そしてすべてのことを受け入れた。この瞬間に二人の着ていた服から色が消えた。赤いスカートは女の子の心残りだったランドセルの色、マスタード色のタートルネックのセーターは女の人の恋人が初めて似合うねと褒めてくれた色だった。元気でね、あなたと出会えて本当に幸せだったわ。女の人は決して返事をもらえないと分かっている恋人に深々と頭を下げてドアの別れを告げた。そうして女の子と一緒にそこを去った。
カフェの店主はあの二人がここにはもう帰ってこないと分かっていた。ここに来るのはさまよっている魂だけ。自分の行くべきところが分かった魂はここに来る必要がなくなるから。店主は女の人の涙の入った小瓶を星に返した。こうしてたくさんの涙が星になった。ここは季節も時間もない小さなカフェ。ただ静かに訪れるものを包んでくれる場所。一本の桜の木の下で店主は今日も店を開ける。お客さんが一人も来なくなる日まで、来なくても済むようなそんな日が来るのを願って。その昔ここに大きな地震と津波が押し寄せた。家も車も木々も大勢の人々と一緒に流されてしまった。いまだに見つからない人、飼われていたペットたち、みんなの憩いの場だった海辺のカフェも町ごとすべてが飲み込まれたのだった。最後に、マタイの福音書11章28節の一句を紹介します。疲れている人、重荷を背負っている人は私のところに来なさい。私が休ませてあげます。本当に最後まで聞いてくださってありがとうございました。多分この話は皆さんが想像した通りに、東北で起きた大きな地震と、津波による被害の中で未だに行方が分からなかった、人たちの魂が少しでも癒されればなと書いていくうちに思ってしょうがなくて書いてしまいました。もしこんな小さな私ですが、10秒でもいいです、ここで、行方不明になった方の魂が癒されますようにという、言葉のない祈りを捧げたいと思います。